皆さんこんにちは。みさきビートチャンネルへようこそ。本日の動画は、自分の好きなアルバムについてちょっと語ってみようかなと思うんですけれども、まずなぜこの動画を作ろうかと思ったかというと、私はバークリーの大学院、バークリーグローバルジャズインシチュートというところにいたんですけれども、そこでまあ留学していて、音楽指揮監督がダニーロ・ペレスっていうジャズピアニストの人で、ウェイン・ショーターとかで演奏している本当に素晴らしい方なんですけれども、その先生の授業の中で音楽のコラージュを作ろうっていうね宿題があったんですよ。でそのまあ課題の、まあ、コラージュってまず何かっていうと、そもそもは、絵とか、絵に使われる絵画とかに使われる言葉なんですけれどもね、あの新聞とか雑誌の切り抜きをこう自分の好きなように切っていろいろつなぎ合わせて貼って自分だけの、あの作品を作ることをコラージュって言うんですよ。でそれを音楽で表現するとどうなるかっていうことを、まあ、宿題に出されてですね、ですごいこうユニークで面白い課題だなと思ったんですけど、この目的がまず何かっていうのは、自分のその音楽的なアイデンティティ、自分の音楽的なルーツですね、それをまあ知る、自分で知って振り返る、あのきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思います。でもう一つはやっぱり普段普通に生活してたらこうね、好きな音楽聴いてそれをこう過ぎ去っていくような日々だと思うんですけれども、まあそうやってね、こう過去の自分がどんな音楽を聴いてたかとか、最近聴いてる音楽とかも含めてですけど、そういうのをこういろ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 振り返ることによって、まあ自分自身をね改めて知れるいいきっかけになるかなということで、まあ今回それをちょっと紹介してみたくて、あのこの動画を作りました。そうですね、すごいグローバルはユニークな学校なんで、そういういろんなね授業の中でもこう今までに誰も想像したことがないような授業が多いです。ですごい面白いし、みんなのね音楽とかも聞いてて、あこの子ってこんな音楽聞いてんねやとか、へえこんな音楽から影響を受けて今のそのねそういう本人がそういう演奏してる理由はそこにあるんやっていうのが気づけて、すごい面白いんですねその授業は。でまあ本当各何十人っていう生徒のコラージュを一つずつ聞いていくんですけど、まあ、自分のも聞かせるんですけれどもね、唯一無二の作品ばっかりで、こんだけやっぱり人間のルーツって違うんやなっていう風に思いました。まあ特にそんだけ多国籍なねメンバーが集まってるので、本当にジャンルも様々だし、ジャズに限ってないし、みんなジャズ演奏してる人たちなんですけれども、出してくる音楽はもう本当に全然違うっていうのが面白いなっていう風に思いました。では私のお気に入りのアルバムを紹介したいと思います。まず一つ目は上原ひろみさんのスパイラルっていうアルバムですね。これはまあひろみさんの初期のアルバムなんですけれども、私が小学校高学年の時ですねに初めて買った CD なんですよこれ。でその時まあ初めてひろみさんの音楽を聴いた時に、私はまあ鳥肌が立って、本当にこんな音楽今まで聞いたことないと思って、もうすごいこれをやりたいと。でもこれにもうドハマりしまして、で当時本当にそのアルバムをこうヘビロテで聞いてましたし、もう頭の中でずっと流れてるぐらいのそういう感じでした。でその時にねもう本当ファンになって、ライブとか見に行ったり、サインくださいって言ったり握手してくださいみたいな、本当にもうファンとして尊敬してたひろみさんなんですが、そんなひろみさんの、卒業した大学にですね、まあ、行くことができて、まあ、今となっては本当にね10年以上前の話なんですけれども、下手し20年近く前ですね、それぐらい前の話なんですけれども、まあこう人生いろいろあるなと、そういうまあだから人生を変えたアルバムってことですね。そのそこがこう自分の原点っていう感じです。ぜひまあ聞いたことない人はスパイラル買ってみてくださいね。これ本当にもう凝縮されてます。では2枚目がチックコリアのタイムワープっていう曲ですね。でこれはまあ私チックコリアもすごい好きなんですけど、結構ピアニストが好きなんですけれどもね、チックコリアのねタイムワープっていうアルバムなんですけど、
そうですね、この曲はいつ聴いてたかって言ったら、バークリーの5 week って夏のね、あの5週間のサマーキャンプみたいなのがあるんですけど、その時初めてそのバークリー行った時に、あの自分で聴いてた曲なんですよ。で、タイムワープの中でも特に好きな曲が The Wish っていう曲で、なんかすごいね、まあ、タイトル通りその Wish ってこう望みとか願いみたいな意味があるんですけど、なんかこう未来への望みとか希望とか、そういうものも意味するようにも取れるし、なんか初めて私がこう海外に行って5週間ね、こういろんなものを見て、でもちろんこうあの英語とかも全然わからなくて、周りの環境に最初はこう馴染めるかなっていう不安とかもあったり、こういろんな感情がですね、この曲こうなんか聞いててすごいこう自分とリンクするというか、なんかそういう感じがして、私は未だにもこの曲がなんかすごい好きです。でやっぱ一度聞くとなんか頭から離れないんですね。でこういうやっぱヒロミさんの曲にしても、こうチックコリアの曲にしてもそうなんですけど、私好きな曲って大体こうメロディーラインが一回聴いたらこう忘れられなくなるような、あの強烈なメロディーの曲が基本好きです。はい、では3曲目は NOAH の LIFE というアルバムです。でこのアルバムはですね、まあ、ジャズっていうよりかは結構こうエレクトリックな音楽なんですけれども、そうですね、私がバークリーに留学したてのね、2013年ぐらいの頃にこう NOAH っていうバンドをね初めて知って、友達から教えてもらったんですけど、なんかそれこそ革命が自分の中で起きましたね。めっちゃくちゃタイト でその2人組の、まあ、ユニットのミュージシャンなんですけれども、ルイス・コールっていうドラマーと、もう一人女性のボーカリストなんですね。ですごいこう2人組で、2人とは思えないような音楽を作り出すんですけれども、でまずめちゃくちゃドラムがかっこいいんですよ。でめっちゃこうドラムベースみたいな感じなんですけど、かっこよくて、でそのドラマー彼本人がドラムも叩きのピアノキーボードもですね、あの演奏して、で作曲も全部手掛けてですね、でそのライブをね何度か見に行ったことあるんですけれども、その彼らのバンドのすごい特徴でもあるそのライブのステージの後ろ側がすっごい大きなスクリーンになってるんですよ。でそのめちゃくちゃ大きいスクリーンにライブのその曲とですねシンクされて映像が流れるんですね。でなんかすごいこう次世代のライブを見に行った感じで、スピーカーからもうものすごい音量で大音量でこう低音が響いて、でそのスクリーン見ててもめちゃくちゃかっこいいこう映像がいっぱい出てきて、まあ、こんなバンド他にないなっていうのがまず第一印象だし、そのジャズにあんまり固執せず、でもジャズももちろんできはる人らなんですけれども、すごい自分らのジャンルを開拓したって感じですね。ぜひこの NOAH っていうバンド、もし知らなかったらねチェックしてもらいたいなっていうふうに思います。はい、で4つ目のアルバムがマーカス・ミラーのアフロディーザっていうアルバムなんですけど、これはですね、これもまあ留学時代に聴いてたアルバムなんですけど、そうですね、で彼のその曲もすごい好きで、なんかベーシストが作った曲やし、本当にベースが活かされてる曲ですし、かっこよさの宝箱みたいなね、そんな感じですね。はい、でまあまあ多分言わなくてもかっこよさは伝わってると思うので次に行きたいと思います。では続いて5つ目いきましょう。5つ目のアルバムはロイ・ヘインズの、ファンテン・オブ・ユースっていうアルバムです。これは、私が大学留学する前に聴いてた音楽ですね、なんですけれども、ロイ・ヘインズのねその自由に演奏するスタイルとか、すごい本当にドラムでの豊かな表現力っていうのをこうギュッと詰めたアルバムかなというふうに思います。はい、でロイ・ヘインズのドラムがまあすごい私は結構影響を受けたというか好きなんですけれども、そうですね、彼のそのまあ伝説ドラマーですよね、伝説の歴史を作ったジャズっていうものを作り上げた人の一人なんですけれども、彼のねそのまあ音楽もかっこいいし、なんか普通こんなドラム叩けへんよなってことをするんですよね。そういうまあユニークさが私は本当に好きです。では6つ目の最後のアルバムですねがテリリン・キャリントンの
マネージャングルっていうアルバムです。でこれは何がすごいっていうと、まあ、もちろん私テリリン・キャリントンさんに一番長く教えてもらってて、すごい自分としても恩師というか、こう一番の影響を受けたドラマっていう風に思ってます。でその彼女のねアルバムなんですけれども、まず音質がめちゃくちゃいいと。なんかアコースティックなんですけど、こう全ての音のバランスがもうめちゃくちゃ綺麗に聞こえてですね。でまあそのテリリンさんのドラムの何がいいって、まあ、全部いいんですけれども、特にいいところは音ですね。サウンドトーンがもうめちゃくちゃいいです。もういいっていうか美しいしかっこいいし、フレーズとかももうもちろんかっこいいんですけど、一発で聞いて、あ、これテリリンさんやってわかるんですよ。でそういうところが本当に彼女のそのまあなんていうんですかね、才能っていうか天才なところなのかなっていうふうに思います。でまあぜひこのアルバム知らなかったらね、マネージャングル聞いてみてください。こんな感じでまあとりあえず6つのアルバムを紹介してみたんですよ。で私もその実際グローバルジャズインシティトで宿題として5分間ですねコラージュを作った時も、もっと他の何十曲ってこう合わせて詰め込んだんですけど、そんな一遍にね紹介してもこうねこう多くなるだけなので、今日とりあえずこう今紹介するなら何かなって思った時にとりあえず6つ紹介してみました。ぜひもし知らないねアルバムがあれば買ってみたり、まあいろいろ聞いてみたりしてみてください。でこういうやっぱ音楽に多分私は影響を受けてるんやろなって自分で改めて思います。で皆さんもね今日言ったことを参考にしてみて、自分のコラージュっていうのをね作ってみてほしいなっていうふうに思います。でそうすると新たな発見が絶対あるんですよ。自分の知らなかったこう自分の好きな音楽ってこんなんなんやってすごくわかりやすくまとめられると思うので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。ではまあ今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。もし少しでもいいと思った方、いいねボタンとあとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。